チ、シンセサイザー V の誕生とその背景。皆さん、こんにちは。今回の動画では、近年人工知能 AI 技術と音楽が融合して生まれた脅威のソフトウェア。シンセサイザー V についてお話をします。AI 歌声合成の市場は、日本での AI キリタンの登場によって始まりました。しかしその前にヤマハが世界に先駆けてボーカロイドを発表。特に初音ミクはその大ブームを牽引しました。これらの歌声合成技術は、日本のアニメ文化と並行して、日本独自の音楽文化を形成してきました。一方、欧米ではボーカロイドについて知らない人も多いと言われています。そんな中、2019年に突如としてシンセサイザー V が彗星のごとく現れたのです。私自身も、発売日当日に有料版のシンセサイザー V スタジオを予約し、手に入れました。2、開発元のドリームトニックス社と天才開発者カンルホア。シンセサイザー V の開発元はドリームトニックス社で、その中心人物となるのが天才開発者カンルホアさんです。一番驚いたのは、アップデートのスピード。毎月新機能が追加され、それが無料アップデートという形で提供されています。そのスピードと緻密さは、ビル・ゲイツに迫る天才と言っても過言ではないでしょう。初期の頃は不具合も見られましたが、みるみるうちに高度な AI 歌声は人間の歌唱に近づき、その進化には驚かされました。3、使いやすさとシンプルなエディター。シンセサイザー V の大きな特徴として、使いやすさが挙げられます。初期の AI キリタンがコマンドラインによる操作が主だったのに対し、シンセサイザー V は標準でエディターが搭載されています。DTM ユーザーには慣れ親しんだMIDIピアノロール形式での操作が可能で、これが本格的にユーザー数を増やす要因となりました。4、初心者にも優しい自動ピッチ修正。シンセサイザー V がさらにユーザーを増やした革新的な機能として自動ピッチ修正が挙げられます。これは、音楽制作の初心者でも簡単に歌声のピッチを修正できるというもので、ハードルを下げてさらなるユーザー層の拡大を可能にしました。5、スクリプト機能の開放とユーザーフォーラムの充実。シンセサイザー V は、ユーザーにスクリプト機能を開放しています。JavaScript などの汎用的なスクリプト言語を使用して、ソフトのほとんどの機能にアクセスすることが可能です。これにより、ユーザー自身が自分の作業効率を上げるためのツールを自由に開発、共有することが可能となりました。また、ユーザーフォーラムも充実し、ユーザー同士の情報交換や問題解決が活発に行われています。6、2022年からは英語の歌声なども充実。シンセサイザー V は、2022年から英語の歌声なども充実させています。その中でも、男女別や言語別で見ると、中国語の音源が最も多く、男性15種類、女性が13種類、そして英語の音源は8種類となっています。特に、バイリンガルの音源として英語とその母語を備えたウェイナとマキも存在します。また、音源によっては特定のジャンルやスタイルに特化しているものもあり。例えば、フォン・ワイアイは軽撃、チェン・シャオは純粋な軽撃、コングゼン、グアン・ユー、サンタは、ロックテーマ・サンタはメタルも、マイとユマは J-POP、ナタリーはジャズなどとなっています。日本での販売の中心は AHS という会社が行っており、AHS は独自の歌声も販売しています。AHS が開発した音源には、琴の葉あかね&あおい、鶴巻巻スタンダード、鶴巻巻イングリッシュ、ついなちゃん、京町製菓などがあります。また、AHS が販売を行っているが、他社が開発した音源として先、玄武、小春立花などがあります。バラエティに富んだこれらの音源は、ユーザーに様々な選択肢を提供し、
シンセサイザー V のユーザーベースを拡大する一助となっています。7、マルチリンガル化が衝撃。2022年にはさらなる衝撃が。シンセサイザー V は、日本語、英語、中国語を一つの歌声でカバーできるようになり、マルチリンガル化を果たしました。この驚異的な進化も、現在のバージョン 1.9.0 まで全て無料で提供されています。8、当スタジオの解説動画。発売当初から私たちは YouTube にシンセサイザー V の解説動画を投稿してきました。その閲覧数はすでに数万回を超えています。また、私たちはスクリプトの開発や講座も行っています。まだスクリプトを利用しているユーザーは多くはありませんが、何分もかかる作業を一瞬で終えることができるスクリプトを研究することで、作業時間を大幅に短縮することができます。しかしヤマハのボーカロイド愛用者とはユーザー層が異なり、キャラクターボイスを好む絶大なマーケットが存在しています。日本では当面、これら2つの市場は共存し続けると予想されます。それでも、シンセサイザー V は、ほとんど調整を必要とせずに、人間の歌唱と見分けがつかない精度の歌声を提供することが可能です。その勢いは、プロのシンガーをいつ超えるか、というレベルにまで達しており、仮歌入れやコーラスなどのレコーディングで使われるようになってきています。私自身も、ボーカリストの発掘として10年以上のレッスンを経験してきましたが、AI 歌声合成の可能性には大いに期待しています。時間の制約や体調などを気にすることなく、思うままに歌声を仕上げることができます。また、テイクを重ねるごとに疲れて声質が悪くなるという人間の限界もありません。この点を考えると、AI 歌声合成は今後も DTM の世界で重要なツールとして使われ続けることでしょう。以上が、我々がシンセサイザー V を通じて見てきた躍進の歴史です。これからもシンセサイザー V のさらなる進化と、それによって生まれる新たな音楽の形を期待しています。